続きまして羽賀の弟子となる春の由美子を演じられました北香奈さんです、えー、由美子役を演じました北香奈です、えー、ようやくこの日が来たのかっていう感じでちょっと歓喜は待ってます <laughs> 嬉しいですえっと本当にこの作品の脚本を見た時に絶対に 私はユミコやりたいなと思ってあのすごい、なんて言うんでしょういろんな気持ちを抱えてオーディションに向かったのを今なんだかちょっとこうフラッシュバックしてきて今日を迎えられて本当に嬉しいです魂を怒らせながら撮った大切な作品です皆さん楽しんでもらえると嬉しいですよろしくお願いします ありがとうございますそして、北さんそのドレス実は映画で撮影する予定だったものというそうそなんですあの映画で最後のクライマックスのシーンで実はこれを着るかあの上映される <laughs> あ,のあのシーンにワンピースを着てるんですけどそっちにするかこっちにするかで。で 監督が選んでくださったので今日は絶対にこれを着たいなと思って着 <laughs> てきました <laughs> よろしくお願いしますありがとうございます,いま,すまた色合いも素敵ですねありがとうございます今作で北さんが 非常にあの抜きんでるお芝居をされていて、うんえー、そんなところに自分が立ち会えて非常に光栄ななんかそんな光栄なことばっかりな、えー、作品です、えー、ぜひぜひ皆様楽しんでいただければと思いますよろしくお願いしますまあさっきちらっとね江本さんも言ってましたけど北さんが本当に素晴らしいですよ<ー>北さん、ね、皆さん楽しみにしてくださいどうでしたか今回だってかなり結構プレッシャーがね 感じられる、ね、こうキャストの皆さんとさらに役でもございましたけど北さんはどうでしたかでもまず本当にさっきもちょっとお話ししたんですけどオーディションの段階で絶対やりたたいと思ったんですよねもうキャストの皆さんのお名前も聞いていたし塩田監督の作品でこの役できるんだったら。 もうこれ以上のものはないんじゃないかぐらい嬉しくてだからちょっと頑張りたいと思って向かってで実際にやってみて本当に由美子が大好きになりましたまっすぐで少女性がちょっとあってでも愛されるより愛してやるぞみたいなすごくまっすぐさを感じてその感じがスクリーンでちゃんと出てたらいいなって思って。 ドキドキですが早く見てほしいなって思ってます。こんだけでかいスクリーンに映るとね、すごいかもしれないですね。なんかね。そうだからエネルギーも三倍ぐらいにありそうなそう。このスクリーンで私も見たいです。見た、ね、いよね。<い>ここ音もめちゃくちゃいいんですよねここ。音めちゃくちゃいいです。あの正直、えー、あの僕が仕上げをした m ルームよりいいんじゃないかい。<laughs> いい感じでこういいもうこの俳優の皆さんの息遣い一つこう。 嫌ないい感じで,ですね。それを皆さん昼から見るんですよ。<laughs> 割と僕怒らせる部分がね。ちょっとあったりとかして、ソースした時のその北さんの怒りっぷりがまた素敵なんですよ。うん、あのね。強,強いんですけど、あの非常にかあのー、可愛らしい方でこの可愛らしいからで、この体からこの顔から出てくる。その険しい感じが非常に。この。 由美子という役とぴったりな感じがしてそばにで見れて本当に、あのー、幸福でしたね。はい